1977年11月15日、新潟市において当時13歳だった横田めぐみさんは下校途中に拉致されました。中学校1年生の時に学校の帰りにもう自宅近くで北朝鮮の人に連れて帰られたんじゃないかと言われておりますが、そしてそれが船に乗って北朝鮮に行くまでに非常にめぐみは行きたくない、お母さんお父さん助けてって言ったりしたんですけど、無視されて、連れて行かれて、それであんまり泣いたので船底に移されたっていうんで、そうすると爪がもうボロボロになってたっていうようなことを言いますから、なかなか本当かわいそうなことをしたなと思ってます。北朝鮮は死亡もしてないのに死亡したなんていうことなくて、きちんとめぐみ の元気なめぐみを日本に返していただきたいと思います。北朝鮮にいるめぐみちゃん、元気にしていますか？あなたがいなくなってもう42年が過ぎて、お母さんたちは本当に一生懸命に助けてあげたくて、たくさんの被害者の方たちと国民の方たちと一生懸命に戦ってきましたけれども、まだあなたの姿も声も聞くことができません。みんな年がいってしまって力がなくなってきて、本当にどこまで頑張ってあげられるのかなと、この頃は本当に寂しい思いでおります。めぐみちゃんはどんなふうに過ごしているんでしょうか？どういうところにいるんでしょうか？お母さんたちがみんな、どのお母さんやお父さんもそのことを考えて思い描きながら毎日暮らしています。本当にこんな残酷なことはありませんけれども、助けてあげられないお母さんたちよりも、そんなところに連れて行かれて本当に考えられないような場所に置かれて、そしていつも空を見ながら、お父さんやお母さんや兄弟やお友達や日本の懐かしいことを、たった13年間だけしかいられなかったその姿を思いながら、本当にどんな思いで暮らしているのかなと考えるだけで、もう本当にもうどん底に落ちていくような思いです。どうしたら助けてあげられるのかということが分かりません。たくさんの方が励ましてくださっています。どうか失望しないでください。必ず帰ってくることができるから、必ず誰かが力を出してくれるから、その時に必ずバチッと焦点があって、あなたの姿が現れると私は思っています。私は当時小学3年生です。姉が中1、13歳ですが、それが今では55歳になったということで、本当に今どんな状況にあるのか全くわからないところでありますけども、おそらく逆の立場であれば、孤独だとか虚無感だとか絶望だとか、そんな毎日にさらされてるんじゃないかと思うんですけども、本当に生きてる意味を見出していればいいなと本当に感じています。本当に空耳ではなくてですね、本当に助けてっていう声が本当に聞こえますよ。私にはほっとくわけにいかない。絶対この解決するまで譲るつもりもないですし、この中にも北朝鮮関係者が何人かいるかもしれませんけども、絶対に譲りませんから、解決するまで私たちは突き進んでいこうと思っています。で、当時 その子供の頃、その拉致された当日ですけども、母と兄の宅屋3人で護国神社を暗い中懐中電灯をつけて、めぐみちゃんって言っても、何だかわからないですよ、小学3年生の時なんで。それでも母の必死の形相を見て、これはただ事じゃないなというのは感じましたし、またその後日以後ですね、海岸に行って、探したりですとか、
ちょっと似たような世代の女の子が歩いて後ろ姿に似てると思うと、ちょっと先回りして母がめぐちゃんっていうふうに言って、ああ違ったかっていう姿も多々ありました。本当に数え切れないその苦しみとか悲しみが思い出されます。またもう一人の弟の横田拓也さんも、国際会議などさまざまな機会を捉え家族を奪われた痛切な思いと国際社会の協力を訴えかけています。本日ワンブヤ家、スネドン家、パンチョエ家の皆様が勇気を持って集まってくださっています。それぞれが自分たちの家族がひどい目に遭い苦しい中にあります。私もその一員であり、その皆様の心の内を察するとともに彼らの勇気ある行動に敬意を表します。私たちの心は固い絆と友情で結びついています。そして自分たちの家族をひどい目に遭わせた北朝鮮当局を絶対に許すことはないという気持ちでつながっています。世界各国にも求めます。助けを求めている拉致被害者たちと自由を奪われている北朝鮮国民を助け出すために、自国の政府に働きかけを行ってください。これ以上北朝鮮当局の暴挙と時間稼ぎを許してはなりません。家族会、救う会、そして日本政府が求めている解決の定義は全拉致被害者の即時一括帰国、この一点であるということです。部分的解決、段階的解決という選択肢は絶対に受け入れられません。これ以上の幕引きのための工作や時間稼ぎに応じることはできません。金正恩委員長が父祖父が理想としていた国民に肉の入ったスープを飲ませたいという意訓を叶えたいならば、今こそあなた自身の勇気ある英断が求められています。あなたが本当に北朝鮮という国家を統治しているのであれば、周りの抵抗勢力に惑わされることなく明るい未来に向けた決断をしてほしいと思います。